サンフラワーミとトは、ブルーハイウェイライン並びに、後ろ見の商船三井フェリーが運航していたフェリー。確実運航の大洗港苫小牧港航路の増便分を受け持つ新造船として、1993年に就航。増大する貨物需要に対応するため、サンフラワー大洗より全長が8メートル延長され、貨物車両搭載数の増加が図られている。 同時期建造のサンフラワー薩摩、サンフラワー霧島と船体設計が共通化されたため、ファンネルの位置がサイドファンネルから先端ファンネルとなり、選手部分の車両積み込み口をバウバイザー方式からサイドランプ方式に変更し陸上施設の支援を受けずに上下線が可能となり、フレキシブルな配線が可能で臨時運行などにも対応が可能となっている。 客室設備は上等級志向が強まっていたことから、従来の2等が廃止され、また大幅に増出されたツインタイプの1等 A にシャワールームを設置するなど、旺盛な上等級需要に対応し、レストランラウンジスナックコーナーなどは従来線より、拡張、新設されクルーズフェリー志向の設備となっている。2001年には、同航路の商船三井フェリーへの継承に、伴い同社一貫。 主に23時代執行の夜便に使用。2005年にはレストラン営業を乗船時に案内所で注文を受け付ける3食セットメニューのみとし、その他は自販機のみの協食としてレストランはイートインフロアに変更された。2006年12月28日の運行をもって商船三井フェリーから引退、同じく夜便に用いられていたサンフラワー筑波と当選が 東日本フェリー、ニューレインボーラブ、ニューレインボーベルト10日交換され、新カサトド,ドックに、軽船。改装の上で、室蘭直江津博多航路に用いる計画が、立てられたものの2007年に断念され、海外へは愛2007年から2009年は、韓国、パンスターライン、パンスターサニーとして、大阪富山間2009年以降は、中国、中国遠洋運輸集団。 中園の星として、中国本土台湾間の航路に就航。2010年には、中国園用運輸集団参加のアモイ大和渡しに、移管された。船内は、北海道風、北を旅するをテーマとして、機能性と自然との調和を基本に、高原のラベンダー青い空、初夏の若葉、穏やかな光といった、北海道の風景をイメージした紫、青、黄、緑、白を、 アクセントカラーとして使用した。皇室は山小屋風のレストランやラウンジなど大幅にグレードアップしたものとした。ありがとうございます。